どうも、三島です。今回は二重人格かもしれないアニメキャラを5人紹介します。まず二重人格というのは2つのタイプに分かれるんですが、1つ目が同じ人が場合によって別の人のように行動することで、もう1つが1人の人間の中に2つの人格が存在して、ある時に言動が全く別人のようになり、時間が経てば元の人格に戻ることらしいです。ちなみに多重人格は3つ以上人格がある人ですね。サイコパスとか二重人格が出てくるアニメって結構面白くて分かりやすいアニメが多いんですよね。だから今回は面白いアニメを厳選した上で選んだんで、アニメも簡単に紹介しつつ紹介していきます。まず一番最初に紹介するのが、究極進化したフルダイブ RPG が現実よりもクソゲーだったらのアリシアですね。このアニメは今ちょうど放送してるんですけど、このキャラは1話からいきなりぶっ壊れちゃうんですよね。まず通常時の画像がこちらですね。結構可愛らしい感じで優しさが顔に溢れてるんですけど、人格変わった画像が、いやどないしょんねんこれ。いや最初見た時日暮らしのキャラか思ったわ。でなんでこうなってしまったのかを話すと、このアリシアというキャラは主人公がプレイしている日はくえというゲームの NPC キャラなんですが、最初の登場人物としてアリシアと兄のマーチンが出てくるんですが、この二人はゲーム上では主人公の幼馴染という設定で、いろいろあって主人公が兄のマーチンを刺しちゃったんですよね。そしたらこの可愛い子がこうなってしまうと。でそこからはずっとこの状態でストーリーが続いて、フォーリナは地獄の果物ライフ使いと書いてヘルズフルーツスライサーと言われてます。この状態になると能力値もかなり上がって、とにかくスピードが化け物級に速いです。とにかく主人公も兄と一緒にあの世で一緒に仲良く暮らそうとのことです。ちなみにナイフを器用に扱える理由が、普段からリンゴを剥いていたかららしいです。じゃあとりあえず3時見習おう。ちなみにアニメの6話くらいでまたいい展開になるんで、よかったらアニメの方見てみてください。次に紹介するのが、ようこそ実力至上主義の教室へ出てくる串田桔梗ですね。このアニメは2017年に放送されたアニメなんですが、もう2期いつやれねんっていう。正直最近知ったんですけど、めちゃくちゃ面白いですこのアニメ。アニメの内容だけざっと話すと、就職進学率がほぼ 100% の名門校に主人公が入学するんですけど、この学校ではカラオケとかコンビニとか服屋とか生活で必要なものは全て学校内で完結するんですが、月に1回クラスポイントみたいなのが振り込まれて、そのポイントを現金として使うことができるんですね。このポイントはクラスの成績や態度に応じて振り込まれる金額が決まるんで、タイトルの通り実力至上主義の学校ですね。 A から D クラスがあって、もちろん主人公は落ちこぼれの D クラスなんですけど、その D クラスの中でも人気者の一人が串田桔梗という女の子なんですが、この子は学園中のみんなと友達になりたいと言っていて、クラスで浮いている主人公やヒロインの堀北にも接してくるんですが、徐々にこの主人公と堀北が仲良くなってきて、実は串田桔梗は主人公のことが気になっていて、表では堀北にも好意的に接するんですが、裏では人がまるで変わったかのようにボロクソに堀北の文句を言ってるんですね。裏側の写真がこちらです。見てわかる通り目がかなり怖いんですよね。でこの裏側を主人公にたまたま見られてしまって、これを広めたらクラスのみんなにあなたに襲われたと言いふらすと言って脅して口を封じてました。クラスではかなり信頼のあるキャラなんで、これが通じてしまうというね。さらに怖いのは、これ以来基本的には主人公と二人っきりでも表の顔で接し続けるという逆の怖さがありました。ちなみに主人公はかなりサイコパスなんで、主人公も結構怖いんですが、実は隠れた才能を持っていて、クラスのみんなにはそれをずっと隠し続けていたり、気になる部分が多すぎるキャラですね。アニメがまだ1期しかやってないんで、マジで早く2期してくれという意見がかなり多くて、面白い作品なんで見てない方は見てみてください。次に紹介するのが、無能なナナに出てくるミチルというキャラなんですが、このアニメ結構コアで知らない方多いと思うんですが、裏では隠れ神アニメと言われてるくらいで、残酷でかなり面白い作品です。特に1話が最初ヒロアカとめっちゃ似ていて、学校バトルものなのかなと思いながら見ていたんですが、1話の最後で展開を一気にひっくり返すような衝撃な出来事が起こるんで、まず1話を見てほしいですね。このアニメを超簡潔に話すと、主人公のナナがとある理由で能力者を抹殺することが目的で学校に転入して、表では優しく振る舞い、裏では抹殺の計画を進めていきます。いやこいつも表と裏激しいな。そんなナナが最も信用して犬として扱っていたキャラがミチルなんですが、ミチルは普段はかなり内気でおとなしく、同じクラスの女子にいじめなどのからかいも受けています。ただ心を許した相手にはよく話し、〇〇シャンと呼ぶようになるんですね。ちなみにミチルの能力はヒーリングといって、外傷を舌で舐めると治療することができます。まあ能力も性格も含めてかなりいいやつなんですが、実は裏の顔があって、その画像がこちらです。
いやもう誰信じたらええん。まあ、この画像だけ見ると、ただのサイコパス野郎ってなると思うんですけど、このミチルとナナの最後の話を見ると、かなり感動するんで、マジで見てほしいですね。結果、いいやつなのか悪いやつなのかは、アニメでお楽しみください。次に紹介するのが、黒子のバスケの明石聖十郎ですね。このアニメは知ってる方多いと思うんですが、奇跡の世代と言われている5人のうちのキャプテンが明石なんですが、高校に入ってからも1年でキャプテンで、圧倒的なリーダーシップとカリスマ性を持っていて、スポーツ万能で成績も優秀なエリートです。このキャラがやばいのが、エンペラーアイという目を持っていて、その目を見た相手は、ひざまずきます。その理由は、呼吸や汗の量や筋肉の収縮などから、相手の動きを先読みすることでそうなるらしいです。明石は本当の二重人格で、自分の中にもう一人の明石聖十郎がいます。本来の明石は、一人称が俺で、他人を名字で呼び、温厚で仲間思いです。別人格になると、一人称が僕になり、他人を名前で呼び、威圧的で勝利のためなら、仲間ですら、切り捨てる、冷徹な性格になります。これが一番わかりやすい二重人格ですね。辞書的には今までのキャラも二重人格にはなるんですが、一般的にはやっと本物が来たって感じですね。ちなみに、勝つことは息をすることと同じと言っていて、そのせいで世の中は勝者が全てであり、勝者は全てが肯定されると考えるようになり、最終的には全てに勝つ僕は全て正しいと言い出しました。僕に逆らう奴は親でも殺す。というような強烈な発言もしています。試合でチームメイトの士気を高めるときには、自分から自殺点を決め、負けたら両目をくり抜いてお前たちに差し出そうというサイコパス的な発言もしています。明石がこうなってしまった理由は、元日本代表の親から追い詰められ、さらに仲間がバスケの才能を開花していくうちにバスケの楽しさが感じられなくなり、いろいろ重なり、奇跡の世代の一人の紫原と対決時に別の人格が誕生しました。こうなってしまう理由は、何かしら壮絶な理由があるということですね。にしても絶対関わりたくない。ということでラスト見ていきましょう。いや多分こいつは別人。